ぬちまわすソフトクリームです。あ、そのまま、あ、そのまま、ぬちまわすソフトクリームって出てるわけですね、はい、じゃあその看板を探して歩いてみてください。うん、ね、本当に食べてほしい、はい、まあ、それか、まあ、株式会社ぬちまわすのねホームページから問い合わせしてみて、うんうんうん、いろいろね聞いてみるといいと思います。ぬちまわすっていうのはひらがなで書いてあるけど、はい、このソフトクリームはローマ字で、おお、ローマ字、ローマ字で書いてあります。おお、ぬちは、はい、ぬちはローマ字、アイスクリームはもちろん英語だけど、おお、あ、そうなんですね。はい、そんな感じでやってますから。わ、はい、かりました。うん、じゃあぜひね皆さん食べてみてください、ね、沖縄に来た際は。あのソフトクリームはでもね、夏場だけじゃなくて、うん、沖縄の場合も年中食べれるし、冬でもうまいんだよね、ま、だって北海道では、うん、北海道とか冬と寒いところでは、うんうん、こたつの中で食べるアイスクリームが一番うまいって、うん、夏食べるよりは。へえ、これなんでかって言ったら、うん、その冬寒いさずっと、うんうんうん、だからこのなんちゅうのあれ変化しないのかな、なんて作りたてが、あ、はいはい、あ溶けてこないから維持されると、維持されるから、なんかそうらしいよ。いやいや、僕が一番思ったのはフェア通りが相当クリームにいいと思ったのは、うん、全部屋根ついてるじゃない、うん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 、隙間風がなかなか入ってこない、はい、外と違う、うん、だからある意味で暖かいところなの、うん、でもはいはい、こんな、うん、ですよね、風が通る、はい、外に比べたら、うん、それでちょっといいかなと思って、うんうん、まあ、食べたくなるでしょうね、歩いてたら、ね、うん、ぜひもう観光客もどんどん増えてますんで、うん、沖縄、日本の沖縄にこんな美味しいソフトクリームがあったんだってまた、ね、海外にも発信していくと思うよ。でそれ食べにまたね、うんうんうん、沖縄に来るっていう形で、うん、ぜひ来たら食べると、ね、それためにわざわざいらっしゃるのは広告飛行機がもったいないんで、いやいらした時には食べていただくとね、いうぐらいになっていただければありがたい、ね、沖縄に来る時の一つの楽しみとして ね、うん、ぜひ、食べてほしいと思います、はい、じゃあ今日もねまた高橋社長本当にありがとうございました、ね、ありがとうございます。忙しいところ、那覇からもう台風ですからね気をつけて、皆さん明日がまた最接近らしいんで、ぜひね強風には気をつけて、明日過ごされてください。はい、B サイドは普通に営業するみたいです。うん、すごい、はい、また今月の、ね、29日に、B サイドここのビアガーデンでね、お笑いのね、なんかイベントがあるらしいんで、19時から、はいはい、いいですね。ぜひお越しいただきたいと思います。はい、で今日はどうも社長ありがとうございました、ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、それではまた来週皆さん、はい、また来週ありがとう。ツイキャスの皆さん本当にあれだったね。ツイキャス